おはようございまあ昨日のこれあこれですね、うん、これの続きですけどこれの内容になかなか入っていけないんですけども、うん、あの日本での本当仏教系のカルトってのは結構いろいろ恐ろしいことす,するんですよ。戦前だったら死なう弾事件であって死のう弾、うん、っていうそれも日蓮系ですけども、まあ、あのそういう死のう弾ってってもし死ぬわけじゃないんですよ。あなんだ 殺すんですよ。死のうっつって殺す、ね。<laughs> だから、もう。そういう事件とか、うん、あるいは戦後だったらオウム真理教。なんかもあと仏教なんですよね。<ー>だから。結構穏やかに考えてる。なもんと考えてるけど、かもしれないけども。実際やってることは。結構恐ろしい。ことが結構あるんです、ね。うん、で。あの。そういう恐ろしさを、こう。取っちゃったというか。取って、科学的な。 メスを入れてているっていうのがまあこのこ本なんですけども例えば仏教で「無我」って言いますよね、うん、我がないっていう、はい、我がとか言って「我」ってあるじゃん「我あるよね」と普通思ってしまうんだけど、うん、じゃあ「我」って何って考えたときに例えばあのダイエットしたとし,し,たとしますよ。うん、でそこにまあ昼ごはん食べてそこの特製のケーキがあったとしましょう。なんかまあ、うん、特定の中ちょっとこう美味しそうなのが。 それを食べてもいいやんっていう事故と <laughs>、うん、ダメでしょこんだけカロリーとったんだからっていう事故とどっちも事故ですよね。うん、でその2つの欲求を束ねる上に何かあるかってとそうじゃなくてこれもないんだとこの欲求のせめぎ合いがずっときてるとしかもそれだけじゃなくてあトイレ行こうどうしようちょっとこれトイレ汚いからもしれんなとかさいろんな想念がわーっと渦巻いているという。 出て,いてそれを滑る事故なんてじゃない我なじゃないっていうことが無我なんですよ。無我っていうことでそれはあのこのわーとなってるっていうのはあの今の科学でいう多元走合仮説っていうあの進化心理学でいう説進化心理学とかそのあたり哲学者なんかが言ってるあの仮説なんですね。でこのわーとなってるこの一個一個のことをモジュールっていうんですけども脳はいろいろなモジュールでできてるっていうのもあの今の。 脳科学ででかってきてきるんですけどもその状態をブッダっていう人は非常に私的なありがただけであるけども言ったとそうんじゃないかってことを、まあ、こ,のこういう本の言ってるんですけどもでもうはっきりと言ってますこの仏教だけど輪廻転生なんて信じてないとあるいは魂であるとかそんなこと一切信用してないっていことを言うわけですけどもねけど輪廻転生を否定した仏教ってあるんだろうかっていう。 思うんですよあと「来世」とかそういうことを否定した仏教ってそれって魂の永遠を信じないキリスト教ってうもんでしょ。だからな,なんだかなって気はしますはっきり言ってそういう恐ろしい部分をなくしまったのはまあこの仏教なんだけども現世だけで解決してる、完結するっていうのは仏教なのかなっていうのはちょっと、まあ、僕にはわからないですね。だから、 まああの善なんかももこれに近いいと思いますでものはかかけてますか善なんかは来世じゃなくてやっぱ現世でこうたり,、うん、り開くっていうことになるわけですけども、うんうん、あれは結局侍の中で広がったんであって結局人を殺しちゃうわけですよ。殺してもなんかまあなんていうのかなその罪悪感から逃れるために安全っていうのあったと思うんですけどもあのだからあれあくまでも善なんですよ。 あの中国のチェンとは違うんですよね。日本の中で独特に,に、まあ、磨かれてきた日本の禅で、まあ、それの鈴木、まあ、大仏なんかもかなり引用してます,ますけれども、まあ、日本の仏教のやばい部分をこう取ったような、うん、そういう感じですね。だからあのしかも科学ジャーナリストが書いてますからで、まあ、そういう知識の部分も面白いんですけども。 ここのの人自身がこの瞑想体験してすするんですよでよ、うん、瞑想体験の中からいろんなものをこう掴み取っていくっていうその過程が面白いですねなん,、うん、なんか瞑想して一体何なんでしょうっていう、うん、で結局瞑想合宿っていうのに行くんですよ 1>,、うん、1週間瞑想しかしないという、うん、でもう本も読めないしネットもないという環境の中で、まあ、ある日ふっとこう自分の感覚を感じている自分に気づく。 その感覚ってて訳されてるけどこれセンス英語ででセンスなんですね、うん、だから漠然としたものなんですその漠然としたものを感じてる自分に気づくと、うん、でそこからこうマイ,マインドフルネスっていうマインドフルネスっていうこのマインドフルっていうのが気を使ってる状態でそれに面識化したマインドフルネスっていう瞑想法があるんですけども、うん、まああのいわゆる上座仏教昔は少女仏教って言いましたけどもその仏教のまあ一派 でまあこの人も結局あのー、世界人類がみんな、ま、マインドフルネスやったら平和になるのにっていうようなことまでちょっと言っちゃうわけですけども、うん、まあもうなその半分冗談でねだからな、あのー、でユバルアハラリの21レッスン21レッスンも結局最後は瞑想で終わるんですよ。社会尖閣とかそんなのよりも 自分の生き方を変え,変えて自分の平安にいくっていうのが今のトレンドなんじゃない,ないかなっていうちょっと思いますそか。それが過激になったら生き方を変えない人間に対する攻撃になっていくわけですけれども、まあ、あの内面の時代っていうのはこういう時代かなっていうふうにちょっと思いいいいました、まあ、あの非常に面白い本ですあのぜひお読みくださいはい、ありがとうございました。